全体的に分かってないから、全体的に多分分かってないと思うんですよ、自分がね。分かってない。概要自体が。あ、こういう内容。ああ、そうですね。まあ、確かにね、ここはあの、うん、いろんな、なんか数字が出てきてるんで、ね、粗利益は何やとか、経常利益の違い何やとか、ね、自己資本ってそもそも何やとか、多分その辺のお話が分かんないと、うん、ここが、はぁみたいな感じで、多分わかる。でも、これはね、分かりますよね、この、うん、図が。はい、確かに質問が起きましたけどね、前やった時それから言葉の意味自体がそもそも分からないんですけど、純利益と粗利益は同じでどこが違うか、はい、そこら辺はちょっと分かりませんって来たんですけど、これ1時間ぐらい喋ってたのね、僕の時間出したんですよ、ここおっぱじめとだから今回はちょっとそのおっぱじめで時間が問題から、あれかなと思って。確かに入門と入門のやつでもここまでは高級してないですもんね、うん、こう利益の違いみたいな、うん、少しだけ言うと要するにここの利益を分解してるんですよ、はいはい、うん、階層にしてるっていうことだね、うんうん、利益の階層ごとによって違うんでやっぱり、うん、意味合いというだからある、まあ、そうですね、社長にとって3級とか2級とか1級って言いませんけど、こういうのが理解できるレベルは欲しいっていうのがありますよね、うん、この純利益とか、うん、こう経常利益とか、ねうん、粗利益とか損益余裕率とか、うん、いうふうに言われた時にあの話で、ねうん、パッと浮かぶぐらいの、うん、知識は試験に受かってなくても欲しいところではありますね、うんうん、すよ。ちなみにこれは簿記で言うと2級ですか、あ、2級経常利益っていう表現で出てくるのは2級が初めて、で3級ですら出てこないという、うん、で損益分岐点のこの話は2級と出てくるし、安全余裕率は基本的に1級とかなんですよ、うんうん、だから1級、2級、3級全部入ってるんですよ、これ、うん、実は、うん、だから、まあ、それはちょっと難しいところとかあるんですけどね、まあ、とりあえずじゃあこれは、うん、これにして次いっちゃいましょうか、はい。